大和の馬酒、酒と魚と金言と感謝。キレがいいですね。黒いラベルに金色の超辛口といえばお酒好きのおなじみのハルシカ、奈良を代表するお酒の一つです。今回はハルシカの醸造元、今西清兵衛商店について蔵元にたっぷりお話を伺います。お酒を楽しみながらの15分お付き合いください。この番組は奈良県酒造組合のお酒を販売する奈良泉雄斎に毎回蔵元に来ていただき、お酒作りのこだわりや楽しみ方を聞いていきます。清酒発祥の地と言われる奈良県のうまい酒、大和の馬酒をご紹介していきます。それでは今西清兵衛商店の5代目今西さんにお話を伺います。それではまずは、この番組乾杯のことを感謝って言うんですけど、はい、すいません、はい、感謝感謝います。スパッと済ますね、これ。あ、ちゃんと旨味があって美味しいでしょ。はい、正直おべんちゃらでもなく、僕たちの友達の中では正月これで迎えます。あ、本当ですか。超辛口で。本当ですか。それはありがとうございます。いやいや、どうもありがとうございます。ありがとうございます。春鹿さん、春鹿さんといえば、奈良町の人気の酒蔵さんっていう蔵元さんなんですけども、もう見たらこう、ああいつも通るわっていう、もう観光スポットの一つになってますよね、もうね。そうなりましたですね、はい、もうこれね、写真見ていただいて、これもうこれが楽しいんですよね、このシーン。シーンね、これはもうシステムとしてはどうなってるんですか、このシーン。もともとこのオリジナルのグラス、鹿に、はい、そこに鹿にの、ものが彫ってあるグラスがありましてですね、はい、そのおちょこを500円でお求めいただけると、はい、その時の5種類、はい、のものが、季節ごとのものも踏まえてお楽しみをいただけて、グラスは持ち帰りできるというシステムなんですね。お酒を楽しめるのもいいんですけど、その昔ながらの建物の中で楽しめるというね、はあ、ういそれもね、ぜひ皆さん行っていただきたいんですけども、ぜひお越しくださいませ。お願いします。明治17年からやってはるんですか。そうですね、私どもは今主名がですね、春鹿という名前でございます。春鹿、はい、春鹿というのは春日大社の春と、はい、そこにいた神様の鹿と、で春日の春と鹿で春鹿という名前で、今営業させていただいておるということでございます。名前もいいじゃないですか、はいはい。さて本日1本目から先ほどね、からいただいているこのお酒、これ、はい、超辛口でございます、はい、もうラベルがね、もう抜群にかっこいいと思ってるんですよ。ありがとうございます。これどっかの御朱印ちゃうかみたいな。このね、黒、白、赤、そして金、かっこいいなと思うんですよね、ありがとうございます。じゃあもう一回、はい、じゃあ感謝させていただきます。すみません、感謝です。お話を伺ってからありがとうございます。辛いんですけども、その辛口といいますけども、でも口当たりはまろやかででしょ、はい、はい、ぐいぐい、すみませんけど飲みすぎてしまいます、これ。そうなんです、はい、文句言うことあります、飲みすぎて。ほんとね、思うないんかいってなってしまうんですよ、これ。そうなんですよ、ね、でまたご飯食べながら、飲めるお酒なんでね、ついつい飲んでしまうんですけども。ありがとうございます。味が非常に軽快なタイプなので、はい、お料理も軽快なものから合わせられるんですよ。ですから、イカとか、はい、からその白身魚のお刺身っていうのはどっちか淡泊じゃないですか、はい、そうするとそこに非常に味わいの濃いようなお酒を持ってくると、イカの新鮮さが、このピチピチ今まで生きたものイカを食べれたら、その新鮮さがちょっと失われるんですか、はい、その残りにこう添えるタイプのものが超辛くて、ラベルこんなインパクトあるのにね、添える感じ、添えるぐらい、だからもう反比例してるな、なんか。そうなんですよ、はい、結局これは酵母が、お米の甘みを食べて、それがアルコールに変わっていくんですけど、たくさん食べればその分だけ甘みが減る、はい、だからそれを辛口というんですね、はいはい、よく言われるのは、いつまでも発酵するんですかって言われるんですけど、はいはいはい、酵母が自分で出したアルコールで、自分が
消毒されていくんですよ。ほうほう。ですからそのものが要は弱ってくる前に絞らなかったので、お前はできるって言いながら交互に食べさせてから、お前はできるよって言います。褒めて伸ばす感じ、ね、褒めて伸ばすというのが大事だなと思います、はい、もっといけるよ、食べれるよ、いけるよ、もっといけるよって言って、それでトラベル貼られへんよって言いながらそうした結果超辛口になるということですね、はい、深いなそんなことがあったんだ。さて本日の2本目なんですけども、はい、この、はい、このパッケージっていうんですか、はい、いやもう日本と思うようなこれそうですね、はい、ね、これは何なんですか、これこれね、はい、封印酒という名前のお酒なんですね。封印、はい、封印酒、いや本当に封印されてますね。そうですね、美味しいものを封じ込めましたという意味合いなんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、これあんま見たことないんですけど。そうですね、越前和紙に包まれてるんですけど、はい、中身がですね、はい、この中からで出てくるのが、はい、こういうデザインで、ね、うわこれもまた綺麗、綺麗でしょ、はい、なんて言ったらいいんやろう、あのエリザベス女王がここにつけてるやつみたいなこれは光栄です。なんかキラキラしてるやつがつけてません、ね、なんか、はい、これで、ラデンのような感じになってね、奈良は、はい、じゃあちょっと、あ、いいですか、すみません、開けさせてもらって、ありがとうございます。封印が解かれました。じゃ あすみません、いただきます。感謝させていただきます、はい、すいません、感謝します。少し甘口な、そうですね、飲みやす、飲みやすいでしょ、これ。いや、さっきと全然違いますね、当たり前ですけど。そうですね、柔らかさは同じようにあるんですけど、はい、こちらはちょっとやっぱ香りがフルーティーで、はい、フルーティー、柔らかい甘みがあるんですね、はい、封印解かれてますね、これは。いいでしょ、これ、はい、これね、僕ちょっとさっき例えみたいにエリザベス情報みたいなことを例えで言いましたけど、ほんまにその感じっていうんですか、そうですか、ありがとうございます。なんか高貴な感じしますよね。ありがとうございます。これ和食ももちろんですけども、フレンチとかにも合いそうな感じします。そうですね、香りのあるものは香りのあるものと合わせるといいんでしょう、はい、だから香草系のものを合わせたりとか、はい、日本だったら一番簡単なのはシソの葉っぱにする。あ、シソ、シソ、シソ、だからイカの、さっき腸からイカの話しましたけど、はいはい、イカのものにシソの葉っぱを巻きつけて食べたらいい。はあ、そしたらちょっとあったりとか、いいですね、柚子胡椒ちょっと入れたら、ああ、いい。さて3本目のこのお酒は何というお酒なんでしょうか。これはですね、はい、ハルシカのうま口四段仕込み純米酒、ちょっと長いんですけど、そういう名前、うま口四段、うま口四段、はい、四段、なんで四段ってわざわざ言うのかっていうと、はい、日本酒は三段仕込みなんです普通は、はいはい、ですから、大きなタンクに入れるときに、うん、酵母がまあお酒のアルコールを作るわけですけど、はい、いっぺんに入れてお水や麹を入れると薄まってしまうので、うん、他の雑菌に汚染される恐れがあるので3回に分けて入れましょうというのは、ほうほうほう、もうこれはもう奈良から生まれてるんですね、はいはいはい、これはその、絞る間際に麹によってとかに甘みを作って、お米の甘みだけを最後にそういう甘酒のようなものを作って、はい、で最後にそれを加えて作るので4段仕込み、4段仕込み、はい、もう一手間かける。あ、そうなんですね、一手間かかってると、はい、もう一手間ね、もう一手間です。はー、なんすね、いただいてよろしいですか、はい、どうぞ。すみません、どうも、カチャカチャです。あ、甘口の感じで、そうなんです、濃厚でしょ、はい、これ、はい、で1本目が辛口でこう切れ味のいいお酒で、はい、2本目がちょっとこう香りがあるお酒で、はい、で3本目は濃厚ということで味を全部変えてしまいました。甘口だけでも切れがあるっていう感じですか。そうですね、甘口でも切れがあって、はい、ベタベタ残らないんですよね。そうですね、でこのお酒に合うこの魚として、はい、これ提供していただいたの、見た目はもちろん奈良漬けではあるんですけど、奈良漬けですよね、奈良漬けですね、奈良漬けなんですけど、ちょっとこう香り変えてみてください。あ、
あのスモークの、そうなんですよ、はい、奈良漬けのねこれ、はい、燻製なんです。あ、燻製ですか。はい、これ日本でうちにしかないんです。え、そうなんですか。はい、どこもやっておられない。いただきます。歯ごたえシャキシャキシャキってする中、噛んだらこの鼻に抜けるこの燻製の匂い、めっちゃいいですね。美味しいでしょこれ。ちょっと待ってください、これ飲みましょう。あ、うんかい。めっちゃ美味しいじゃないですか。美味しいでしょ。美味しい。で、この燻製の奈良漬けとこチーズは合わせてあるんですか。カマンベールなんですけど、カマンベール、カマンベールチーズにこの燻製を乗せるという。じゃあいただきます。美味しいよ。めっちゃ美味しいこれ。美味しい。合うんかい。いいですね。美味しいですよ。先ほどの利き酒のね、はい、店でもお店でも最後にこの燻製出すの。あ、そうなんですか。ぜひですよ、これは。チーズともこんな感じで合うんですね。ここで今西さんが取り出したのがお酒を温める酒柑機。実はですね、はい、このうま口四段っていうのは今年もですね、賞、はい、をいただきまして、はい、何の賞ですか。あの缶酒のコンテストがあるんですね、プレミアム缶酒部門の中でこれ、金賞ではなくて最高金賞だ。え上のくらい。 なんで冷やで飲ますんですか。そんな、でしょ。でもね、さっき言ったじゃないですか、はい、冷やで飲んで、はい、それで缶で飲んで両方楽しもうか。あ、そうか、冷やでもこんなに美味しかったのにそれを缶にするってことですか。でもちゃんと缶用意してるんです。最高金賞。そうです。うわー、すごい。寒くなってきましたからね。あ、この季節たまらんわ。たまらんですよこれ。はい、ちょっと厚めにしてます。はい、まらんわこれ。美味しい。これやばいな。美味しい。美味しいです。お酒は缶の温度がいろいろあってる。はいはい、日向缶っていうのはだいたい30度ぐらい。あ、はいはいはい。で、35度っていうのは人肌缶、はいはい、太陽、はい、で、ぬる缶っていうのは40度、お風呂よりちょっとぬるいぐらい。それでも40度、はい、で、その、熱缶っていうのが50度、はい、で、55度が飛び切り缶。飛び切り缶、はい、ということで、今はだいたい飛び切り缶ぐらいやってるんですよね。ちょっとね。で、ちょっとやりすぎやっていうこと言われる方あるんですけど、はい、でも実際ここから下がってくるのを楽しむ。あー、なるほど。45度っていうのが上缶っていう、はい、上缶、はい、上の缶と書くんですけど、はい、この熱なく、ぬるなく、コロ加減という。ぬる缶の好きな人もちょっと熱いかなで、熱缶の好きな人ちょっとぬるいけどこのぐらいでもいいなって、こういう缶が45度でございます。そうなんですね。そうなんです。上缶屋って落語があるんですよ。あ、はいはいはい。で、この落語はこれぬるいわ、はい、もう出してくれ出してくれ、ちょっとこれは缶は熱すぎるわとかね、冷たいわ言うて、サラダ酒を飲む話。吉本新喜劇で言うと、うん、ちょっと足してくれっていうね、花木京さんの、はい、あの感じ、ぬるいわ、熱いわって、あれなんですよね。これ楽しみ方いっぱいあるな。この季節の楽しみ方をね、していただきたい。そうですね。日本酒ってね、やっぱり季節があるっておっしゃっていただきましたけども、やっぱりこの12月の楽しみ方っていうのもあるんじゃないですかね。そうですね。ぜひ味わっていただきたいと思います。ありがとうございます。ほんま美味しい。書道六段の高井がその日のインタビューで感動した一言、金言を書にしたためます。今回は今西清麗商店さんのお酒をふんだんに堪能させていただきました。それで今回の金言は、避けては通れないシュポット。奈良にお越しの際は絶対立ち寄っていただきたい、避けては通れないシュポットでございます。次回も一緒にお酒を楽しんでください。